私は運動が苦手なんですけど、HADOだったら何回か通えば上達できるので、面白くてついつい通っちゃいますね。すごく、楽しくて、大人も子供もすごく本気で遊べるスポーツだと思います。で、子供がゲームをして家でずっと遊ぶよりも、やっぱり運動しながらするのがすごい楽しかったです。一緒にもっともっとやりたいと思います。楽しかったです。ただ当てるだけじゃなくて、相手のボールとかも避けながらやるところが楽しい。できるなら毎日ぐらいやりたいです。